ツインテールはお好きですか？はーい、ということで今回もやっていきましょう。どうもラルでございます。ということで今回もですね、スマホ版にゃんこ大戦争、今回はフォアガの方でやっていこうかなと思います。ということで今回の動画なんですけれども、まあ以前にもやりましたね、ガチャキャラクターの第3形態の方に、させていく動画の方、今回もやっていこうかなと思います。残り1体ですね、まだちょっと進化できるキャラクターがいるので、まあ、とりあえず今回進化させていくんで、早速ですね、ちょっとキャラクターの画面に、もうね、ちょっと今回の主役の方をちょっと探しに行こうかなと思うんですけど、今回何だったっけ、あれだね、冒頭のツインテールだったよね。はい、だよね。はい、こちらでございます。冥界の X カリファでいいのかな、今回こちらのキャラクターの方を進化させていこうかなと思います。あんまりね、正直このキャラクターもちょっとね、かなり使うかって言われるとね、使う機会があんまりないので、ちょっとね、何とも言えないんですけど、まあとりあえず今回ね、進化させて使っていくので、まあいろいろちょっとね、カリファの方を堪能していこうかなと思います。でこのキャラクターに関してはですね、まあ下のテキスト読んでみますかね。1学期終了時に校長を、冥界へ封じ込めた伝説の少女、本当の自分を分かってくれる友達を探している、天使に超ダメージを与えるということで、かなりツインテールがかなりね、目立つキャラクターではないかなと思います。このキャラクターを見るとですね、僕の幼少期の頃にですね、小学校の頃すごいね、ツインテールが長い子がいたんですよね。年上だったんですけどもね、まあ、そんなことはさておいて、とりあえず進化させていきますか。はい、ということで進化させると冥界のこれダブル X でいいのかな、カリパになります。ということで第3形態の進化で、攻撃と、射程が、上昇ということでございます。まあ、せっかくなんでね、まあ、天使戦に、使えればなと思います。ちょっと攻撃モーションとかでどうだったっけなってね、ちょっとあんまりね、記憶があれなので、まあとりあえずね、最初はまあとりあえず、まあいや、進化させていきます。いきます。はい、さあということで進化すると、でもまあスイッチ版で一回進化させたことあるんだけどね。あー、まあ、あんま変化が、なんて言えばいいんでしょうね。なんかこのさ、両端のさ、上と下、これ AT フィールドみたいななんかね、バリアみたいなのついてるんですけど、まあ、それぐらいじゃないですかね。ちょっとスカートが若干なんか、なんだろうね、もう一生地薄いのになってる気がするんだけど、この薄いひらひらみたいな、ちょっとセクシーな気がしますけどもね。まあ、相変わらずちょっとね、顔が覚醒のせいで隠れて見えてないですけどもね。なんかこれはこれでなんかちょっと、ねえ、なんとも言えない姿にはなってますけど、まあ、とりあえず進化させることができました。はい。ということで、じゃあせっかくなんでね、まあ、今回進化させたので、まあ、ちょっといろいろね、ステージで使っていこうかなと思うんで、とりあえず移動します。はい。ということで、とりあえずまずはですね、チャレンジステージの方でちょっと軽く、使っていこうかなと思います。で、せっかくなんで、とりあえず今回トロピカルの方もですね、入れて、この2種類の方で、ちょっとね、今から使っていこうかなと思います。まあ、とりあえずまずはですね、こちらのね、今回の主役である、冥界のなんだっけ、ダブル X。まあ、いや、とりあえず出していきます。はい。ということで、あ、意外とそうですね、攻撃の速度早いですね。で、あー、オッケーオッケー。かなり速いな。これはすごいね。で移動速度もかなり速めのキャラクターでございますね。どうだろう、シシコマと割となんか近いんじゃないですかね。あ、これ並べといいね。これツインテールが、わ、これいいね。ツインテールが並んでる感じね。もう一種類なんかあったっけな。これね、ちょっとね、いつかコンプリートあればね、してみたいなと。まあ、剣に関しては同じかな。なんか、色は同じだけど、若干ちょっとなんか見た目が違うけど、でもまあ、そっくりさ、あー、抜けられたね。まあいいや。はいはい、大変ですね。じゃあどうしようか。まあ、とりあえず大体ね、ビジュアルとかはね、把握したので、まあ、今からちょっと展示戦の方で軽く、ちょっと使っていこうかなと思います。いや、なかなか強いね。まあ、レベルの方がちょっと正直ですね。まあ、メインの方が35ぐらいしか上げてないんで、またちょっと、近々レベルの方をマックスにさせて、使ってみようかなと思います。多分これめちゃめちゃ多分強いよね。これ。で、生産速度もね、割かしね、意外と早いんで、まあ、すぐ2周目、ほら、こんな感じでね、出せてね。で、しかも、スピードの方も早いので、こんな感じでたどり着くということで、なかなかいいでございますね。これとラーメンで組み合わせたら、まあ、割とね、転戦ではかなり、いいんじゃないのかなと思います。じゃあ、とりあえずちょっと移動します。
はい、ということでお次はですね、にゃんこと、ああ早い早い、待って、ちょっと待って、落ち着け、一旦落ち着け。ということでとりあえずですね、26階の方で、ちょっと使っていこうかなと思います。どうだろうね、まあ、ちょっとあの敵との相性はどうかなとは思うんですけど、まあ、とりあえず一旦使ってみようかなと思います。それスレープニールがちょっとねどうなんだろうっていうところがあるんですけれども、まあ、とりあえず、クロノストリガーとかで動き止めながら、まあね、一撃でも攻撃が当てられればいいかなと思いますね。まあ、そんな感じでとりあえずちょっと一旦ね、様子見ましょうか。やばい、これ押しちゃうかな、ちょっと待ってよ。まあ、とりあえずちょっと一旦ボス戦までちょっと軽く調整します。いやー、ちょっと早いな、ボス戦こんな早く入るとは思わなかったんですけども、とりあえずどうすっか、どうすっか、これもう一旦出しといた方がいい感じかな。じゃあ出すか。はい、よし、オッケー。ということでとりあえず今回の主役の方も投下させて、こんな感じでとりあえずですねやっていきましょうか。さあ、まあ、このね、まあ、26階に関しては正直なところもあるんですけれども、まあ、とりあえずね、まあ、いろんな編成でちょっとね、まあ、キャラクターの方でちょっと試してみたいので、どうか、あ、でも、割かし結構、彼がどう見えてるかな、あ、チラッて見えてる。クロノストリガーの後ろでチラッと攻撃してる感じがすごく可愛いね。OK、あ、強いな。これなかなかとんでもねえぞ、これ。いいね。まあ、ちょっと、いい感じでございますね、これは。あー、いいね。いや、この編成に入れてかなり良かったですね。あー、すごく楽になりましたね。昔は本当にこのステージね、正直、ちょっと嫌だなーっていうところもあったんですけど、まあ、ここまで来ると割と、本当にキャラクターがね、キャラクターなので、割と軽くね、こなすようになってしまいましたね。いやー、本当に時の流れは怖いでございますけども。はい、ということで、あっさりとクリアでございますね。じゃあ、あともう1ステージだけちょっと遊んでみますかね。はい、ということで、とりあえずですね、最後にですね、こちらのネカってなんで、猫保管計画ということで、まあ、あれですね、断罪天使クオリネル戦でちょっと使ってみようかなと思います。まあ、とりあえず、まあ、カリバが活躍できればね、別にいいかなって感じがするんでね、まあ、適当に、やっていきます。まあ、いつものことなんですけどもね、じゃあとりあえずね、ガンガンやっていきましょうか。じゃあどうしようか、もう、早速出すかね、はい。さあ、ということで、あー、ここでも出てくるね、大馬さんがね。まあいいか、じゃあ適当にちょっと、ちらほらキャラクターを出しながら、ちょっとこんな感じでやっていきましょうかな。上の段に関してはもうニャンコンボなんで、別に出す必要ないかなって感じがするんですけれどもね。あ、どうだろう、あー、これはどうだろう、攻撃がとりあえず、オーケーオーケーオーケー、攻撃すると、ノックバックすると、ほら、攻撃ぶち込められるんで、これはなかなかいいね。あー、タイミングちょっと見せたかな。オーケーオーケーオーケー、いい感じ感じ。で、攻撃速度もなかなかなんで、あー、どうだろう、あーなー、意外と五輪中早かったでございますけれども、まあ、あともう一周ちょっと出せるまでちょっとね、このままラーメンと、ラーメン軍団でとりあえずちょっとこのままね、ちょっと待機していようかなと思います。これあれかな、研究力の方のニャンコンボ突っ込んでいった方が良かったのかな。そうすれば早めにちょっとね、もう一周出せたのでね、まあ、このままで多分全然耐えられると思うんで問題ないんですけどもね。まあ、とりあえずちょっと、次のカリファーね、出すまでちょっと待ちましょう。さあ、ということで、意外とでも割と、あー、でもすごいね、なかなかラーメンが強えわ、やっぱり。まあ、この間もね、ガチャの方で結構ですね、ロッカーの方も出たので、まあ、かなりプラス、オッケーオッケー、じゃあ行きますか、そろそろね。よーし、じゃあこのまま投下します。さあ、じゃあ、こっからどうかな。お、2周目入ってますけれども、あー、ちょっとミスりましたけれども、さあ、ぶち込んでくれ。よし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 。いいね。なかなか強いでございますけども、消えたね。ちょっとこのステージにはちょっと向いてないな、普通に考えてね。ちょっとミスったわ。まあでも、まあね、まあいいでしょう。はい。OK、OK、OK。まあとりあえず大丈夫でしょう。もうこれでなんとかなるかなと思うんでね。ちょっとコメントに困るな。俺さ、ステージ選びとかもね、なんか事前にちょっとなんか募集かけとこうかな。ちょっとね、俺にはちょっとこれは重りすぎるよ、ステージ選ぶのは。ちょっとそういうところに関してはね、ちょっとなんともね、ちょっと難しいタイプなのでね。はい。まあとりあえずこんな感じでね、まあカリバが強いことが分かりましたので、どうしようか。あともう一回ちょっと、多分ね、活躍できる場が出てくるのかなと思うのでね、ちょっと最後にちょっと、ちょっともう一回降臨してもらおうかなと思うので、ちょっとしばしちょっとね、待ってもらおうかなと思います。さあ、ということで、オッケー。どうだ？まだかな？まあ、とりあえずなんかできた。よし、オッケー。とりあえず出せましたけれども、こっからどうだろうね。あー、いけるかな？とりあえず。あ、でも攻撃、こんな早かったっけ？ちょっと待って。いやー、ちょっと待って。よろしくない。やっぱ相性悪いわ、やっぱり。やっぱ、大間さんとのちょっとね、
組み合わせはよろしくないみたいでございますけれども、ちょっとね、これはちょっと良くなかったね。倒しちゃったけど。はい、ということで、ちょっとですね、ステージ選びはしっかりと考えた方がいいなと思いました。ということで、以上です。はい、ということで、今回はこちらでございますね。カリファの方、第3形態の方にして、ちょっと軽く使ってみました。まあ、最後の辺はちょっとですね、ステージ選びが下手くそだったのでね、あんまり活躍させられることはできなかったんですけども、まあ、とりあえずね、可愛いし強いということが、分かったので、まあ、いいのかなと思います。また今後ですね、このキャラクターの方もね、これだけじゃなく、他のステージでね、ちょっと今後活躍させていこうかなと思います。また他にですね、ガチャとかで出た際で進化できるキャラクターがいればね、またご紹介したりとか、あとは普段使わないキャラクターとかもね、ちょっとせっかくなんで、そういう使っていく場の方も設けようかなと思うんでね、その時はまた見ていただければなと思います。ということで、ちょっと最近ちょっとドタバタしててね、もしかしたら更新頻度が、落ちるかもしれませんけれども、気長に待っていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、またね。